おはようございます。今日はね、山崎のコッペパン食べてみようかと思います。ピーナッツクリームですね。これドラッグストアで4割引きだったんで買ってきました。まあ結構私もこうやってね、ちまちまと割引のやつを狙って買いに行きますからね。今回もね、お店にある4割引きは全部買ってきました。まあ10個ぐらいになりました。お得に買えたんですけども、ちょっとこれ無駄遣いかなって気がしましたね。私の場合パンはね、冷凍しといて食べたい前日に冷蔵庫に移して、今だからこうちょっと冷えてる状態です。いただきます。これ487キロカロリー、結構カロリー高いですね。じゃあ食べてみますね。いや今日明るくなってきたな、外。今日もね、真夏日だそうですよ。まあ隅っこまでね、ピーナッツ入ってるんでとっても美味しいです。あの木村屋のパン、ちょっとしばらくいけてないんですけども、しばらくはこの割引パンをね、いただいてみようかと思います。飲み物がないんで辛いな、これ。皆さんパン好きですか？なんか発がん性物質が入ってるらしいんですけど、そもそもお水に発がん性物質のトリハロメタンってのが入ってるらしいんで、あんまり気にすることないのかなと思います。そしてですね、やっぱこう体に害のあるものって美味しいんですよね。なんかね、嫌になっちゃいますね。その砂糖ってのが有害だとかね、中毒性があるってのを知って、砂糖が入ってない食品ってほとんどないじゃないですか。お手上げですよ。でもあのよくね、お父さんとかが晩酌してると思うんですよ、ね、ビール一杯とか。あれってアルコール中毒らしいですね。でもまあそこそこね、そういうふうな体に悪いことしながらでも、そればっかりしてるわけじゃないですから、まあ許してください、パン食べることぐらい。でこうやってパンを食べるところとか、カップヌードル食べるところね、動画で撮ってると、そればっかりやってるように見えるでしょ。でも私はね、3食全部自炊ですからね。本当にね、たまに自炊してるところをお見せしますけども、本当に大体毎日同じ食事してるんですよ。同じ量で、同じメニューで。メインディッシュだけ焼き魚にしたり、お肉にしたり買いますけどね。まさに貴族正しい暮らし。おいしい。じゃあすみません、ここから先は一人でいただきます。ありがとうございました。